ガジェタッチ太郎ずアイ皆さんこんにちは。松村太郎です。ガジェタッチの、えー、今回は iPhone 12 mini。そして iPhone 12 Pro max のレビューということで、えー、お届けしていきたいと思います。まず、11月13日に遅れて発売された。こちらが iPhone 12 mini。そして。 こちらが iPhone 12 Pro Max ということになります。あの、ミドルサイズの6.1インチモデルが先に2つ出て、こちら6.7インチの Max、そして5.4インチの Mini が後から出てくるということになります。まず Mini から見ていきたいと思うんですけれども、あの、本当に iPhone 12自体もですね、軽くて6.1インチの画面をキープしたので、あの、おそらくこう画面の多様する人、 例えば、ビデオを見るとか、SNS とか、インスタグラム十分やりたいとか、まあ、そういう人にとっては、おそらく6.1インチいいんですけれども、特に男性の方ですよね。ポケットに iPhone をサッと入れたい。まあ、そういうニーズには、やっぱり6.1インチだとどうしてもですね、あの、ズボンのポケット、こう、後が出ちゃいますよね、と。そこで、このミニが登場しているわけですけれども、5.4インチサイズは、実は、こちら iPhone SE2 なんですけれども、iPhone SE2 と比べてもちっと 小さい低面積になっているの分かりますでしょうかはい、ちっちゃいですよね。えっ、ー、と、薄さも薄いという。なのに、カメラ2つついてる A14 Bionic が入ってる 5G が使えるということで、これ、もちろん iPhone SE2 安いし、 A13 入ってるしっていうことで問題ないんですけれどもあのこの iPhone 12 mini と比べてしまうとどうしてもですね魅力が半減以下になってしまうんじゃないかなとより安くて軽い端末しかも機能を妥協しないっていう妥協したくないっていう人にとってはこの iPhone 12 mini 非常におすすめなんじゃないかなと思います で、えっ、ー、と、ちょっと歴代の iPhone から乗り換えるっていう人多いと思うんですけれども、ちょっと比べてみたいなと思います。さすがに iPhone3GS から乗り換えるって人はいないと思うんですけれども、やっぱり iPhone3GS からすると画面の縦の長さがばっと伸びていますので、iPhone12 mini の方がいいし、あの、あと、あ 何て言うんですかね画面の幅ですね。幅もやっぱり iPhone 12 mini の方が大きいということがわかります。ただ、握り心地、これだけ私の小さい手でもですね、指が余るように持ち、握ることができるので、これは十分コンパクトと言えます。そしてデザインが非常に近いと言われているのが iPhone 4以降のモデルですね。こちら iPhone 4なんですけれども、このメタルバンドのデザインとか、 あとガラスの部分が非常に厚くなっているのでやっぱりあの厚さがこう比べてしまうと際立ちますよね。で握り心地実はそんなにこう先ほどの 3GS と変わらないのでやっぱり幅はですね12の方があ大きいということになります。続いて4インチサイズの iPhone こちらは 5S ですね。5S になってくるとやっぱりデザインかなり近い。 なという印象なんですけれども、えー、こちら幅はやっぱり比べてみるとそれでもやっぱり iPhone12 mini の方がこう幅ありますよね iPhoneSE 初代から乗り換えるっていう人もちょっとやっぱり画面サイズの拡大っていうことは否めないのかなと思いますなのでまあただ握ってみるとですねやっぱり非常に軽くて、えー、コンパクトっていうことは他のモデルに比べると圧倒的にこう価値になっているので、まあ、そこは 是非店頭で握ってみてほしいなと思いますしやっぱりこう性能で妥協されてないっていうことあと iPhone12 Pro と同じように広角カメラあこちらは F1.6 の非常に明るいレンズになっていますのであの暗いところでの性能っていうのも非常に強いあとこのサイズでこれ必要かどうかっていうのはまた別にしてドルビービジョンの 10bit の HDR 映像も撮れてしまいますのでそういった妥協ない性能を体験する しかもポケットにサッと入るっていう意味では最高のポケットカメラとしても使えるんじゃないかなというふうに思います続いて一番で開発い,いきましょうこちらですね iPhone 12 Pro マックスということになります。こちらゴールドモデルなんですけれども、アップローチでもですねあの、採用されていたこの金が入ってないのに金に見えるっていう加工があの際立っているという感じがして、若干こう、シャイニーすぎるかなっていう印象もありますね。で、このカメラの周りのリングも全部同じカラーで染められていますので、非常にですね、統一感ある、あの高級感がある、そんなデザインになっています。ただこれ、226g ということで、 先代の iPhone11 Pro Max と実はサイズは同じなんですねで僕もこれずっと1年間使い続けてきてるんですけれどもあの幅とかもですね画面サイズが若干拡大してるので大きくなるかと思いきやそうでもなくてですねあのこの何て言うんですかエッジの処理の変化っていうので 逆にこっちの方が握りやすくなってるんですね。厚ぼったく感じない。なので、あの重さが同じなっていうこともあって、画面イズにちょっと拡大してるんですけど、なんかね、握りやすさっていう面では、実は12 Pro Max の方がいいなというふうに思いました。で加えてこの 画面サイズ若干0.2インチではあるんですけど大きくなっているのでこう縦の長さは、ね、伸びてるんですよねこういう形で,で、えー、なんですけど、まあ、幅があまり変わらないことと重さが変わらないことと握り心地が良くなったということでより大画面を持ち歩きやすくなったっていうのは確実にあると思いますそして ポイントはこの広角カメラ、実はこっちに移動してるんですけど、この広角カメラが F1.6 っていうことで他の iPhone12 と同じ明るさではあるんですけれども、センサーサイズが47%大きくなったということだと,とセンサー シフト式の手ブレ補正ということでよく一眼レフカメラなんかにも採用されている手ブレ補正の,あのいわゆるボディ内手ブレ補正みたいなやつですねあれが iPhone に入ってしまったのでもちろんこうすごく揺れるシェイキーな場所での撮影っていうのも安定しますしビデオなんて効果的面になりますし暗いところでこう星空を構えて撮るっていう場合でもですね2秒ぐらいだったらきちんと揺れをぶれずに星が点になって映ると いうことなんですね。で、例えば夕暮れ時、こう、だんだん星があ出てくるような少し明るい情景で、ナイトモードで撮影すると、それでもちゃんと星が映るぐらい、あの、やっぱりセンサーサイズが大きくなったっていうことで、弱い光もきちんと捉えることができるっていうのは、非常に iPhone 12 Pro Max の魅力なんじゃないかなと思います。そしてこの大画面ですよね。例えばカメラを起動してもですね、非常にこう、 大写しに写るるいううのが分かると思うんですけれどもあのこれきちんとですねビデオモードになるとあの他の iPhone シリーズも一緒なんですけど HDR で、えー、プレビューすることができるので、まあ、非常にこう明暗色発色なども満足がいくんですけどやっぱり撮影こうやってするとですねこの大画面感っていうのが他の iPhone に比べると全く違う。 あの満足度がこう。自分で撮ってるだけで満足度が高いっていうのはなんかすごくこの iphone 12 Pro max の魅力になるんじゃないかなと思います。で、静止画比べてみるとボケ味が若干きれいになっているのが、この iphone 12 Pro max の写真の性能だと思います。例えばこういう風にあの非常に近い被写体。 をこう狙ってみた時になんか若干ですねピントが合いにくいなっていう感じもするんですけれども背景のボケがちょっとチリチリっていう感じからもう少し柔らかなボケ味になっていてこれはやはりセンサーが大きいことと、あの,ー、のこう効果になってるんじゃないかなと思います。ということで iPhone12 Pro Max やっぱりカメラこの広角カメラをいかに使いこなすのかっていうところこれがですねポイントになってくるしやっぱりこの大画面 タブレット持たずに何でもやろう、まあ、そういう人にとっては非常に魅力的な1台になるんじゃないかなと思いますこのようにですね iPhone12iPhone12Pro、えー、これは6.1インチサイズの2台になりますそして iPhone12Mini5.4 インチですねで iPhone12ProMax4 台揃ったんですけれども まあ、これはですね、難しいですよ。本当にどれを選ぶのか。例えば、まず iPhone 12 mini を狙ってる人、ポケットにスッと iPhone 入れたい。できるだけ小さいスマホにしたい。これはもう iPhone 12 mini 一択になると思うんですね。やっぱり小ささ。これは、こう、他に買えたい価値がありますから。でも、 こう、もしちょっとでもですね、例えばネットフリックスとかアマゾンプライムとか、あ、ごめんなさい、アップル TV プラスもね、はい、見るっていう人がいたらですね、いや別に何見てもいいんですよ、DTV でも何でもいいんですけれども、ちょっとでもですね、映像をこう見るっていう人にとっては、やっぱりこの、このサイズってどうなのっていうね。いいんですよ、コンパクトで、長時間こうやって電車の中で立ちながら見る、楽です、確かに。でも、迫力どうでしょうもうちょっと大きい方がいいんじゃないかなって言ったときに、 あのそこまで重さが変わらないっていうかむしろバランス的に言うとなんか若干ミニよりも軽く感じるぐらいの12っていう存在が出てくると思います。カメラどうしよう。もちろんミニと12カメラ一緒どうせこのサイズ選ぶんだったらカメラ性能がやっぱりちょっといい方がいいかなっていうことでそうするとですねこの iPhone12 Pro が出てくるわけですよね。ここまで で悩んでこうちょっと性能とかあの質感とかあるいは画面のサイズとかカメラ性能とかをちょっと気にしだすとなんかスルスルスルっとこの 12Pro に寄せられていくところがあるんですよね。なのでいや僕は GoPro 持ってるからいいとかあのカメラを持ち歩く生活をしてるからカメラはいいんだっていう強い意志を持ってミニを選ぶっていうのは必要なのかなと思います。一方ででででとににかくポケットに入って大画面で全部もう映像視聴ももこれややるるししスマホでやるしカメラもビデオも でもこれで撮りたいっていう人にとってはやっぱりねこのプロマックスってオールマイティーな一台なのかなととにかく小さくないっていうデメリット以外はあの完全にこう妥協がない全部の機能が使えるそしてカメラのクオリティも高いそういう意味ではですねこのプロマックスっていうのは他の iPhone12 シリーズとは違う魅力っていうのをすごく大きくしたなと思います。この11 Pro の時、11 Pro Max の時よりも、やっぱり魅力的な存在になっているなというふうに思います。さあ、皆さんはどの iPhone を選ぶでしょうか。 いいに悩みましょうということとこで是非、えー、店頭でなかなか今ねアップルストアに予約をしないといけないということなので行くチャンスも少なくなってしまっているかもしれないんですけれども是非ですね2年とも言わず34年付き合う可能性がある、えー、スマートフォンですので店頭で握ってみて自分のライフスタイル1週間の動き週末の楽しみなんかも考えてみながら是非最適な1台を選んでみてはいかがでしょうか。 ということで、ガチテッチ純レギュラーの松村太郎でした。それではまた。この動画を気に入っていただけた方は、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。